こんにちは。うす。今日は年末怒涛の3分動画ラッシュの第4弾だよ。乃木坂の MV ベストオブザイヤーだよ。2021年の間に腰つべに上がった MV の中で、私が好きな乃木坂の動画の話をしていくよ。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、アウトオブザブルー。2、ザファーストテイク。3、君に叱られた。私が作った MV の再生リストを概要欄に貼っとくね。最初は1、アウトオブザブルー。4期メンバー楽曲の MV だね。ライブでは各期で披露された愛されている楽曲。お尻フリフリが可愛い。役割が分かれててすごい面白い。メンバーが枕投げバトルをしてたら、悟空こと早川聖羅が巻き込まれた。さらに静かにトランプ遊びしてたブロリーことセイミアレイが覚醒。あっという間に超サイヤ人化。セイミアレイが言うには、演技なんてできないから全力でやった、そうな。私たちはセイミアレイが推しだから余計に注目しちゃったよね。早川聖羅チームの枕速射を防いだ後に、セイミアレイと田村真由の反撃開始の顔がかっこいい。そこから続く、短期で敵陣に飛び込むセイミアレイの背中の躍動感に胸が躍る。そんな地球が震えるような戦闘民族のバトルの脇で、平和主義者が3人、壮絶なバトルの脇で怯えて悲鳴を上げる筒井あやめ。争いのない世界で、世界のすべてが平和、と本当に思ってそうな遠藤桜と北川ゆり。ゲームセンターで大暴れしているメンバーを見て、みんな、何しているの？ってキョトン顔の二人が言い味出しています。設定的には、翌日にダンスの撮影だね。昨日のバトルで疲れた顔している中で、温泉でリフレッシュした遠藤桜と北川ゆりが晴れやかな顔でスタンバイしているのが可愛かったです。次は2、ザ・ファースト・テイク、ね。ザ・ファースト・テイクって腰つべのチャンネルで、遠藤桜がきっかけ、を歌っていて、生田絵梨花、久保志織、柿春香が優しいだけなら、を歌っています。きっかけ、の歌詞がさ、遠藤桜そのものなんだよね。何か行動をする決心の理由は、他人に促されたからってのは嫌って言ってみたり、信号が変わるように決心できたらいいのにと言ってみたり、信号は他人に促されたから、なんじゃないの？その辺の整合性が取れていないのが、ほとんどの人なんだよ。でもだって、と行動できない自分もいるけど、よし、と決めたいと思っている自分もいるんだよ。たまに、その辺の揺らぎが全くない人とかいるけどね。桜坂の森や茜はその辺に揺らぎがなさそう。遠藤桜ってさ、優しいいい子で、周囲にも恵まれているっぽいじゃん。乃木坂に入る前も、そうだった気がする。それは、ラッキーだったんじゃなくて、彼女の性格や考え方がそういう人を呼び寄せたってことだと思うんだけど。そのまま、生きていっても安定して充実な世界がある。盗みや恐喝なんかの犯罪や裏社会とは無縁の世界で生きていけそうだよね。心穏やかに生きていけるんだ。でも、その心穏やかな生活の外にやりたいこと、があったらどうする？それは、悩むね。遠藤桜はご実家の蕎麦屋を手伝いながらたくさんの友達の中で笑いながら生きていける。それらを否定するわけじゃないけど、やりたいこと、はその外にある。それが、遠藤桜にとっては、乃木坂だったり、人前で歌うことだったんじゃないかな。そういった普通の人、の迷いが表現されているのが、きっかけ、でさ。きっかけ、の主人公を具現化すると、遠藤桜になるような気がするのさ。今、遠藤桜は与えられている舞台に対して、自分が足りてないことを実感している。御用の役不足、の状態ね。力不足、の状態ね。舞台に対して、真摯にひたむきに頑張っている。その中での迷うことも決意もきっかけにシンクロするから、まさに、今の遠藤桜のための曲だと思えるのさ。ちなみにきっかけ、を強い言い方にするとありがちな恋愛、になると思ってるよ。おっと、長くなっているね。もう一方、優しいだけなら、ね。生田絵梨花、久保志織、柿春香だね。好きな人が優しくしてくれるけど、みんなに優しいのであって、私を見ているわけじゃない。失恋さえできない。それが悲しい。って歌だね。生田絵梨花の、はしゃぎようと先輩感がすごく好きです。生田絵梨花はメンバーと何かするときに驚くほどテンションが上がるんだよね。ライブの帰りのバスでは歌い出すらしいし、その後の夕飯でのしゃぶしゃぶではわけがわからない踊りをしてたことあるしね。その先輩のウキウキが後輩の二人に伝染して、緊張が解けていくのもいい。で、曲が流れてきたら雰囲気を一変させるんだからずるい。久保志織と柿春香もそれについていけるんだからすごいよな。勢いで歌うんじゃなくて、しっかりと歌い上げる曲。美しい声に聞き惚れました。歌い方にも経験値が出てる。生田絵梨花はミュージカルに多く出ているから歌う時の姿が堂々としている。あの姿勢が一番声が出ることを知っていて、体に染み込んでいるんだろう。
それに対して、柿春香が手を合わせてたね。あれは、手を合わせるのが柿春香の過小方法なんじゃなくて緊張と不安なんだと思う。遠藤桜も同じように手を合わせていたよ。遠藤桜と柿春香の道の途中っぽさも生田絵梨花の堂々とした姿も素晴らしかった。ちーちゃん。久保しおりは、曲に入り込んで、主人公に入り込んでたようでした。いわゆる憑依、していたね。最後にさん、君に叱られた。あんた、まだ君に叱られたについて語りたいの？再生リストを作るほど語ってんだぞ。パフォーマンスを譲って3冠にはならなかったけど、今年の私の中で楽曲と MV で2冠だからね。パフォーマンスのトップって何よ？ダブル欅フェスの青春の馬。それを除けばトップだよ。今回の企画では、なるだけ曲を被らないようにしてきたけど、君に叱られた派、乃木坂のパフォーマンスを語る動画にもう一度出てくるから、よかったら見てみてね。さて、君に叱られたの MV の話をしよう。もう語り倒しているんだから、なるだけ簡潔にね。わかったよ。私にとっては神推ししている高山一実のラストソングって意味合いがすごく強い。MV の中じゃさ、柿春香を中心にして、これまでの自分のことを思い出しながら懐かしみながら、ペンを走らせる高山一実って構図に泣きそうになる。4期メンバーは、全員が高山一実の分身って言ってたね。柿春香も、遠藤桜も、筒井彩芽も、ダンサーの4人も、乃木坂の知名度がない頃から走って走って、みんなで支え合ってさ、最初は泥だらけで走っていたのに今思い返したら、ドレスを着て青春のど真ん中を走ってたんだ。自分でも知らないうちに翼が生えてたんだ。がむしゃらに走ってたら、気がつけば大きな舞台で認められて価値のわかる人たちに称賛されていたんだ。その価値のわかる人たち、を斉藤飛鳥が演じてて柿春香の手を挙げてるってことなのね。最後は全てが終わった会場に高山一実が現れて乃木坂、多く。振り返っていろんなことを思い出して微笑みながらドアを出る。ドアの向こうにいた人たちに出迎えられて笑いながら、会場を離れる高山一実。柿春香が象徴した乃木坂も高山一実自身も明るい未来があることを信じられるよ。なるほど、じゃ締めるよ。ちょっと待て、まだ歌詞とパフォーマンスについて語ってない。だから、ずっと語ってきたろうよ。足りないんだったらパフォーマンスの MV の時に喋りな。なるほどと思ったら高評価。なあ、霊夢。なんよ。ちょっとだけ、泥だらけ、の話がしたい。あんたね、3分と銘打っているのは長尺の動画を作るのは時間がかかるからでしょう。でも年末に向けてたくさん動画を出したいから、短い動画を大量生産しようって作戦じゃん。3分、つっといて、4分以内に抑えたことさえないんだぞ。仕事や生活どうすんのよ。頼むよ。一言だけね。斉藤飛鳥のまだ始まっちゃいねえよ、はかっこよかったよね。映画のキッズリターンからの、終わるよ。あ、はい。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。